レベル5レベル5ビジョン2024をご覧くださりありがとうございます。こんばんは、レベル5日野です。今回のビジョンのタイトルは To the World's Children、 文字通り世界中の子どもたちに向けてという意味ですが、さらに子ども心を忘れていない多くの大人たちにという意味も込められています。今日はこのタイトルにふさわしい発表ができるということで、僕自身の子ども心もワクワクでいっぱいです。これより皆様にはレベル5が送る最新の夢とロマンを見届けていただきます。では早速発表を始めていきたいと思います。ファンタジーライフ愛ぐるぐるの竜と時を盗む少女は、すでに告知されている通り、当初の発売日2024年10月10日から一旦見直すことになってしまいました。ただこれもよりゲームを面白くするため、大幅なバージョンアップを実行するためのものでした。ではどのようにバージョンアップしたのか、こちらをご覧ください。ドラゴンの化石に導かれたどり着いた謎の島で、冒険者たちを待ち受けるものとは。助けた少女がいた国はすでに滅びた千年前の王国だった。ライフと呼ばれる14種の職業を習得したら、自由に切り替えて素材を集めよう。製作職で装備や料理を作って準備を整えたら、島探索に出発。冒険で見つけたロボットの力も借りれば、拠点の地形を変えるのも簡単。自分好みに飾り付けて廃れた島を復興しよう。木こりで木材を集めて大工になって家具を作ったら、マイハウスもコーディネートできる。冒険を進めるとたまげものと呼ばれる不思議な置物を見つけることも。女神様の力を借りると、なんと人の姿に早変わり。探索に同行してもらったり、一緒に生活をして島を繁栄させよう。そしてこの島の謎を解き明かす鍵となる舞台は、なんとファンタジーライフ史上最大のオープンワールド。広大な大地や切り立った山々を探索し、長い川も何のその。さあ大冒険へ出発だ。駆け回るのに疲れたら、相棒の力を借りて冒険しよう。なんとこの大陸では不思議なしゃべるモンスターと遭遇することも。今作から追加された新ライフも登場し、自由度はさらにパワーアップ。選びきれないたくさんのライフもクイックライフチェンジで一瞬で切り替えられる。一人の冒険が心細い時は、最大4人のマルチプレイはもちろん、コントローラーをもう一つ用意して冒険に乱入することも可能。のんびり日常ライフも、終わらない冒険ライフも、どう過ごすかはあなた次第。個性豊かな島々を巡る時を超えた大冒険が始まる。もう一つのライフはファンタジー世界。ファンタジーライフ愛ぐるぐるの竜と時を盗む少女、2025年4月発売。新たな発売予定は2025年4月。新要素として広大なオープンフィールドを追加して、冒険の自由度をさらに増しました。パルクールアクションによって自由に地形を移動できるようになったほか、泳ぐことも可能になりました。そして今回は様々なマウントで広い世界を縦横無尽に冒険していただきます。さらにクイックライフチェンジによって遊びやすさが大幅にアップ。多くのテストプレイヤーたちの意見を取り入れ、よりクオリティに磨きをかけています。もう少しだけ時間をいただくことになってしまいましたが、本当に楽しい作品になっていますので、今しばらくお待ちください。
我は望まぬ。もしかしてあいつがキングガンマン城亡霊のガンマン。進歩を望まぬ、新世界を望まぬ。我の忠告しかと受け止めよ。スチームバイソン、ここはアメリカの中で今最も急速に発展を遂げつつある街なんです。凄まじいスピードで進歩しているんです。では話してくれないか。君が私をこの町に呼んだ理由を。彼は言っていた。新世界を望まぬと。あれはやっぱり人間じゃないですよね。亡霊のガンマンなどいるはずがない。何か仕掛けがあるはずだよ。そもそもなぜ亡霊なんだ。なんだ。ルーク、下がるんだ。あ、キングガンマン城地震。ルーク、体勢を低く。まさかキングガンマン城が地震を。さあね。だがキングガンマン城には何かの目的があるようだ。我々が予想もつかないとんでもない何かが起ころうとしているのかもしれない。先生、レイトン教授と蒸気の新世界は順調に開発が進んでいます。謎開発にクイズノックを迎え、新世代のレイトン教授を完成させるべくスタッフ一同邁進しております。フルポリゴン演出により細やかな演技ができるようになったレイトンとルークが魅力的な新世界を冒険します。2025年発売に向けて開発が進行していますのでお楽しみに。俺はブロードストーンポリスカレッジ首席卒業のハーバード・マークス。困ったもんだな。お勉強だけできるガキがいい気になって一発のデカのつもりでいやがるとは。あなたのような一般雑魚刑事と一緒にされては困る。貴様、私はミサエ・ケンブリッジ。ここからあなたたちの教官を担当する。これより仮想の都市デカポリスにて実技訓練を行う。その後ありの戦車見ろまた引き裂かれホログラム追いかけるありもしないアリアドンネ。ブタルウォールの向こう側嘲笑う巨人族想像高いと繰り返すリアリティ。会うなよ、俺の母さんを殺した犯人に。このデカシンだ。やっと俺の止まった時間が動き出すんだ。超えてはならないラインを超えずに慣れない。バイラッとしたソサイティ。音もなく続いていくためだがその手を掴んで大人と叫んだ交わした言葉さえ歌し
また会えるさ、ハーバード君。デカポリスは大規模なオープンワールドを構築すべくシステム開発を続けており、テレビアニメとゲームを同時展開すべく進行しております。テーマ曲のボーカルに主人公のハーバードと同じ力強いエネルギーがあふれている歌姫メーリアさんを迎え、作品をよりドラマチックに彩っていただきます。内容面ではグラフィック面も強化されており、より魅力的な作品として進化を遂げようとしています。ですが作品の完成にはもう少し時間をいただくことになりました。デカポリスは2026年リリースと発売予定を変更いたします。追加。次の戦いはバトルロイヤルだ。メガロボバトルアーム。最大6人の大乱闘。対戦格闘ゲームのように機体を強化せずすぐに遊べる。カスタマイズ済みの機体を選び出撃せよ。自分の戦闘スタイルに合った機体を使いこなせ。アイテムを集めて敵を倒して攻撃力を上げ、一気に敵を撃墜しろ。戦いのルールは様々。1対1の決闘やチームバトルも楽しめる。武器や必殺技を駆使してバトルアームを勝ち抜け。最強は誰だ。メガロボバトルワン、2024年11月開幕。あの伝説のパイロットも参戦。兜浩二、流れ涼、デューク・フリードら伝説のパイロットたちがメガトン級武蔵ワイヤードに参戦決定。世界中のパイロットたち、世界を救え。メガトン級武蔵ワイヤード好評配信中。メガトン級武蔵ワイヤードに重要な追加コンテンツをリリースすることになりました。これまでオンラインで戦うためには機体を強化する必要がありましたが、新モードメガロボバトルアームでは戦うロボットを選んですぐにバトル、対戦格闘ゲームのようにお手軽に対戦することができます。有名なパイロットたちも追加され、スーパーロボット同士の熱いバトルを楽しんでいただけます。メガロボバトルアームのリリースは2024年11月を予定しています。お楽しみに。稲妻イレブン英雄たちのビクトリーロードは先行してベータテスト体験版をリリースしましたが、200万ダウンロードを達成し、多くの皆様に遊んでいただくことができました。このベータテスト体験版にて収集したご意見を開発に役立てることができ、製品版は大きな進化を遂げております。ご協力いただいた皆様、本当にありがとうございました。さてここから本作品に関する新たな情報、そして発売予定をお伝えさせていただきます。ではご覧ください。
稲妻イレブン。逃げない。あのさ、どんな気持ち？受け止めてやるよ、お前の思い。さあ天命、こっからどうするよ？案内してやるよほら、噂の有名人。すごいじゃん。いるんだこの学校にも、空気読めないやつ。サッカー部もどきの即解散を命じる。その無謀君が私に何の用？てめえ、舐めてんのか。そんな、大地まずそうですし。お前、誰だっけ？俺は何をやってんだか。俺は別に強い奴を求めてなんかいませんよ。はい、行くよ。
ス、こんなに出遅れて大丈夫か？慌てるなブラザー、勝負はまだこれからだぜ。稲妻イレブン英雄たちのビクトリーロードは発売予定日を2024年から2025年6月に変更させていただきます。多くの皆様が発売日をお待ちいただいていることは承知していますが、高いクオリティを実現しさらに長く遊べる仕様を盛り込んで稲妻イレブンの集大成にすべく作り込んでいますので、もうしばらくお待ちください。稲妻ポストへいただいたご意見も多数採用させていただき、ユーザーの皆様の満足度の高いものになっています。ファンの皆様にはさらにお待ちいただくことになってしまったことを深くお詫びいたします。では改めて今回新発表した新システムについてご説明します。監督 AI モードはアクションが苦手な方でもキャラクターを育てることに集中して、大まかな指示による戦略によって試合を勝ち抜いていけるモードです。試合中も選手操作モードと監督 AI モードを自由に切り替えることができます。これによってユーザーの皆様のプレーの幅が広がることでしょう。アビラーボードと絆リンクはプレイヤーの皆さんのキャラクターへの愛情を存分に発揮していただけるモードです。アビラーボードではキャラの個性を自分なりに変更することができ、絆リンクはキャラ同士の関係性をプレイヤーの好みで設定することができます。アニメや過去シリーズと同じ設定での関係性を作るもよし、自分なりの人間関係を作って独自のチーム作りをするもよし、プレイヤーの皆さんそれぞれのキャラクター育成チーム作りを楽しんでください。そして最後に稲妻イレブン全プレイヤーの夢を叶えるシステム絆タウンです。稲妻の世界に自分のアバターを作り生活することが可能です。ストーリーモード、クロニクルモード、対戦などの全てのモードで収集できるオブジェクトやキャラを自分の絆タウンに配置して自分だけの稲妻ワールドを作ることができます。他のプレイヤーと交流して街を発展させましょう。絆タウンでは他のプレイヤーと共に試合やミニゲームなど稲妻の世界を存分に楽しむことができます。多くの仕掛けを搭載し、稲妻イレブンは無限に遊べるゲームへと進化します。お待たせして本当に心苦しいですが、もうしばらく発売をお待ちください。本日は稲妻イレブンに関するさらなる新タイトルを発表させていただきます。これは多くの稲妻ファンが待ち望んだタイトルなのではないでしょうか。ではこちらをご覧ください。稲妻イレブン。やっぱりこのままじゃダメだ。とにかく俺一人でも練習を始めなきゃ。何かご用ですか？なんでもないわ。汚い物質だと思って見ていただけよ。大丈夫？ここから上に登れるんだ。さあ、ついてきてくれ。稲妻イレブンパート1のリメイク作品を作ることになりました。遠藤守の最初の物語を多くの追加要素を加えリメイクします。ファンだけでなく新たなユーザーの皆様にも楽しんでいただけるように遊びやすさを大幅にアップしています。最新の映像クオリティでよみがえる稲妻イレブンにご期待ください。発売は2026年予定です。そして稲妻イレブンは年末全国のイオン系シネマにおいて稲妻イレブンザムービー2025として映画を公開します。過去の稲妻イレブンと最新の稲妻イレブンのストーリー両方を楽しめる贅沢な内容となっております。ぜひ足を運んでみてください。
社会現象と言われた妖怪ウォッチの流れを継承しながら全く新しい作品として企画を進めてきたプロジェクトがあります。これは過去最大級のクロスメディアプロジェクトになることでしょう。ではご覧ください。僕の家はマンションの屋上。マンションの大家はおばあちゃん。何の不自由もなく暮らす僕の家族。でもここは恐ろしい魔界へのゲートだったんだ。開かずの間で見つけた不思議なカメラ、それをいじっていると僕の鼻毛が異常発達。引っこ抜いてみたら緑色の何かが出てきた。謎の存在、ふにゃふにゃした何か。これをひとまずゴーストと呼ぼう。こいつへの理解が深まる。インしたものが生き物みたいに動き出す。これがこいつの個性だ。いろいろうざいのが出てくるが、暇つぶしになるのでそこそこ楽しい。そんなゴーストにはなんと仲間がいた。アポペン、アポペン、レッツパーティー。青いやつはいくつかのものを合成してキメラを生む。アイハートペン、アイハートアポ、うん、ってやつだ。知ってるだろ。油断すると変な姿になりがちだけど、それなりに面白い。さらに仲間を発見。ピンクの建築家たちは世界を作っていく。その迷宮の奥に何が隠されているのか。僕はそこで大切な何かを探す。街には善人もいれば悪党もいる。金のためには手段を選ばない悪徳企業、魔王堂。それが僕の宿敵だ。僕はゴーストの力を借りてヤバヤバ魔物アイテムを増産するブラックリーマンたちと戦うのだ。乗るだけで痩せる体重計、母さんそんなのうさんくさいってわかるじゃん。家族に降りかかったホーリーでホラーな物語だ。この街はパンプキンに満ちている。いかがでしたか。多くの遊びを盛り込んだゴーストクラフト RPG ホーリーホラーマンションです。今回のテーマは家族。ストーリーからゲームデザインまで家族全員で楽しめるゲームを目指しています。家族全員で楽しむゲームとはどういう意味なのか。ホーリーホラーマンションは多くのエンターテインメント企業の皆様を巻き込んだ過去最大級のクロスメディアタイトルとなります。発売予定日と対応ゲーム機は現状未発表とさせていただきます。2025年春に本タイトルのみのクロスメディア発表会を開催し、関連グッズやメディア展開のご報告をしたいと思います。続報をお待ちください。本日の発表は以上となります。レイトン教授と長期の新世界、稲妻イレブン英雄たちのビクトリーロード、ファンタジーライフアイ、ぐるぐるの竜と時を盗む少女の3タイトルは9月26日からの東京ゲームショー会場にて体験プレイすることができるようになっています。ぜひどんな操作感なのか皆様自身の手で触っていただけたらと思います。会場では稲妻イレブンとレイトンは日本語と英語、ファンタジーライフアイは日本語を含めて全9言語で遊ぶことができます。なお製品版に関してはどのタイトルも多くの言語に対応して発売する予定です。もう少しだけ時間をいただくタイトルもありますが、我々はユーザーの皆様に
内容の満足度にてお返ししようと考えています。2025年はレベル5作品で世界中の子どもたちと子ども心を忘れない大人たちへ夢とロマンとワクワクを届けたいと思います。ではごきげんよう。レベル5